はい、おはようございます。今日の釣り場でございます。前回の、秋川本流に続きまして、今回は多摩川本流で挑みたいと思います。ちょっとあいにくの雨模様なんですけども、いや水多いな、すごいなこれ。いやシチュエーションはすごいいいと思うんですよ。気持ち濁り目な、笹濁りっぽい感じで。ただね、やっぱりこの川幅なんで、ちょっとどうですかね、やっぱこの奥の岸の方の深場の部分が狙い目でしょうかね。でもね、いい感じにミミズがよくね効きそう。おはようございます。今日のゲストは誰ですか？闇上がりの梅沢です。闇上がりの梅沢さんです、はい、もうずっと咳してるんですよ、この人は。本当にちょっと寝れなかったからね、だいぶ体力が変わってますよ。じゃあ今日は本流で流されて終わりましょう。この時助けてください。じゃあ梅沢さん、炎上しないでさっさと釣っちゃってください。大きいやつ何センチ？40センチ。じゃあ釣れなかったら梅沢さん、これで泳いでくださいね。泳いで朝が逃げちゃうから。もう餌になればいいじゃないですか。餌はミミズ。はい、昨日ね、すごい雨で、今朝、今も若干小雨降ってるんですけどね。濁りはいい感じじゃないですか、これ。いやー、絶対おるやんけ、こんな。一応クロカワムシとか、ウニチョロ、金箔みたいなのも取ったんだけどね。まだそれは扱ってないんで。梅沢さんあんまりね、長い竿慣れてない。ここは流れ早いな。今日はちょっと最近の中でも結構肌寒いから、どうでしょうかね。ここでね、ビクビクンって来たら楽しいんだけどな。いやー、釣れません、釣れませんよ。まずいな。10時15分にしてまだ1匹も釣れてないっすね。ちょっとどうしよう。今ちょっとね、怖い思いして渡ってきたんですけど、まあこういう流れやってみます。餌は金箔2匹。
いやーダメでしょこれ。参ったな、何の反応もないな。でも今日当たりがあったところはもうだいぶ下流なんですけど、浅瀬なんですよね。深いところでは一回も当たりが来ないんですよ。じゃあじゃあ流れてるところであったんだけどな。梅沢さんどこ行ったの。完全に飽きとるやん。携帯いじってますよ。何やってるんですかあれは。まあここは電波あるからいいですけどね。あ、気づいてんのかい。うん、どうすっかな。もう一回ちょっと戻って浅瀬狙ってみようかな。うん、とりあえず戻るか。梅沢さん、今の気持ちを一言お願いします。悔しいの一言。はい？悔しいの一言、本当に。悔しい？悔しい。何があったんですか？釣った、ヒットしたんですよ。ヒット？そう。で、本当、こうやりとりがあり、やべえ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 と思って。で、やっと、どうにか、なんか、こう来る。もう手前まで寄せて、網持つ、網持ってこうやる、すくおうとする。うん、でこうしたらここで針が外れ、そこでタモ入れ、でかいヤマメタッチしたのにバーンってなって、一瞬ここにこれになって、あーと思ったらバーンってなったの。タモ入れ直前でバラす。本当に悔しい。両型のヤマメがめっちゃでかかったよ。なんかすごいね、肉付きがすごかった。梅沢がな、ここで粘ってる頃、俺ずっと上流行ってて一人で釣ってたからな。やっぱ速い流れでしょ。速い流れのちょっと前、やっぱ今日はこういう流れのちょっと手前ぐらいがやっぱいいらしい。深場は全く反応ないですね。いやちょっとね、また最初の下流側の背の部分狙ってみて、あーもう今日終わりかな。釣れないわやっぱりな。よしちょっと戻るかな。もうね11時42分ぐらい、ノンアルで乾杯です。はい、乾杯乾杯乾杯。はい、次。ああ、めめめ。ああ、おいしい。いや、打ち上げみたいになってますけど、まだやりますからね。よし。今日は背で粘る。よし、今日の竿は2人ともですね、これ台湾のヘキラです。こっちがちょっと茶色みがかったのが私の初代ヘキラ、ね、これはこれでかっこいいですよね。でね、これ 8.1 メートルですね。はい、こっち梅沢さんのヘキラ、真っ黒くなりましたね、これ。こんな感じ。うん、ダイワのロゴが新しいですよね。2本、重た。これ2本で相当重たいな。重たい。私の方がね、トータル10センチぐらい長いみたいなんですよね、伸ばしてから。ちょっと長いな。気持ちね。
うん、よしこいつで。いや俺僕ね本竜竿って持ってないんで、これ使うしかないんですよ。重たいの待って、俺も釣ったから釣ったうちに入らないですねちくちゃなんか言ってますよ。だいぶ使ってますからね。まあ、5月になりましたけど、水温は結構低いから長時間で、ね、水に浸かってると寒いですよ。ちょっと、何釣れてんの？どこ？ちょっと釣れたみたいです。頑張って。すごい、なんかやばいよ。鯉かと思った。うん。ちょっと頑張って。すごいすごい。40センチぐらいあるんじゃないの本当に。どの辺にいるの？すごい。いや、だってぼちゃんってしたから誰か石投げたのかと思ったもん。今どの辺にいんの？あっ、ちょっとすごい。頑張って。ちょっと。これって。どこだ？ここ。
見えるかな、まだ見えないか。めっちゃしなってる。うわマジで、ちょっとやばい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 、いけそう。うわでかいよこれ。なってる。お、ナビやばい、バッテリーがない。うわうわうわ、うわうわ、あー惜しい。これは悔しいなぁ。マジかぁ、マジか。え、どっから切られてんの？真ん中。あー、でもガンダムのとこぐらいか。うわ、悔しい。今まで本当に50近いね、ニジマスっぽい感じ。うわぁ、二人してでけえのかけたけどバラしちゃったな。やられても04じゃ足りなかったわ。やっぱ06の人がよかった。いやでもね、でもすごかった。うわびっくりしたわ。久々にこんなのかかったわ。すごい、やっぱいるんだね大物はね。しかもすごい浅いとこにいたからね。やっぱあその浅瀬だいぶ移動したよね、こうやって。時間がもう1時20分で、カメラのバッテリーももうなくなる直前なんで、今日はですね、これにて納棺したいと思います。いや、ですけどここはちょっともうさっきのめっちゃ悔しかったんで、リベンジに行きたいっすね。超でかかった、もう50ぐらいありそうな、もうね、なんかバシャバシャって出てきた時、鮭みたいな感覚だったから、すごかったな。その後はね、相当粘ったんですけど、もう一切の反応なくなりましたね。よし、また今度ここでリベンジしたいと思います。というわけで今日もありがとうございました。梅沢なんかあっちで遊んでます。じゃあ